流れたところは久保がカバーをしておりました、うん、渡辺を落としてそのまま運ぶ横山、面白い、横山から渡辺抜けた、決定機、渡辺浮かせた、34分、藤枝勝ち越し。いや、素晴らしい抜け出し方でしたね。久保中3枚、いいボール入った、ヘディングだ、飛び込んだ渡辺、今シーズン最初のゴールは渡辺亮、ちょっとシュート気味がねパスになりましたけど、らしいね、岩渕落として渡辺のシュートだー、今日もエースが決めました、今シーズン8ゴール目。